ギアファイトをやめる。クロードさん辞めちゃったんだって。そんな、なんで。やっぱりあれが原因らしいぜ。そっか、まずいよな、あんなのって。そこまでするかって感じ。ほんとひどいよね。どうする気なんだろう。これじゃチームグリフォンもおしまいかも。責任取ってもやめてくれ。どうぞ、クロードさんなしでやっていけないよ、俺たち。やめろ。いや、最近は思い出さずに済んでたな、あの頃のこと。あ、こんなことしてる場合か。ナイス。もしかして、待ってるわね、荒野くん。ええ、コントロールも随分良くなりました。でも肝心の必殺技がね。考えられる要素は全て詰め込んだんですが、今日はもう上がれ、荒野。大丈夫、まだやれるよ。ダメだ、俺みたいに肩を壊したくないならそこまでにしておけ。でもあと10回だけ。じゃあ7。じゃあ後藤だ。それ以上は絶対にダメだからな。すごいわ、荒野くんじゃないみたい。本気ですよ、あいつ。本気でガルダイーグルの必殺技をマスターする気なんです。決勝に間に合うといいわね。あ、そうだわ、カオルちゃん、ジロー君、相談があるの。はい。眩しい。外に出るのは随分久しぶりだ。ったく、こうやなやつ、余計な手間をかけさせやがって。あまり自分勝手が過ぎると愛想をつかされるぞ。京介、お前も早く気づけ。自分が変わらなければならないということを。誰もいないのか。ダメね、私は使うの反対。そうだな、俺も使うのは反対です。でも今まで頑張ってくれたのに。だけどいざって時に役に立たないようじゃ意味ありませんよ。あまり自分勝手が過ぎると愛想をつかされるぞ。代わりは私が何とかしますから。分かったわ、あなたたちがそうまで言うなら。お、キャプテン。おい、
どうしたんだ？おい、気をつけ！何しに来た？何って、あんたをわざわざ迎えに来たのよ。決勝戦までサボられちゃたまらないもの。俺はもう用なしじゃないのか？はあ、何言ってるのよ。それとも代わりが見つからなかったのか？代わりなわけわかんないこと言ってないで、とっとと行こうぜ。準決勝サボろうとしたことは多めに見てあげるから。でもその分これから頑張ってよね。やっぱりクラシビアをやるやつなんて嘘つきばかりだ。あ、わかった、言ってやるよ。その代わりどうなっても知らないからな。Ladies and gentlemen、 今日この日を迎えられたことを私は大変嬉しく思う。ついに最後の決戦の時がやってきたのだ。紹介しよう、レッドゾーン、のび太クラブ。そしてブルーゾーンはチームキュリフォあの時感じた視線は。クロード、グリフォンって。ああそういうことか、そういうことかよ。そうか。さあ準備はいいか。イリュージョンカップ決勝の開幕だ。なんで決勝の相手がチームグリフォンだって教えないんだよ。調べたけどわからなかったのよ。あの大森美月って子がキャプテンね。もう地方大会で5勝してるわ。5勝もしてたらアジアカップ出場のポイントは獲得してるだろう。お久しぶりです。先輩、いやクロードさん、京介さん。美月、よく監督が出場を許可したな。監督には無断で出場しました。2軍に降格されるのは覚悟の上です。そこまでしてなぜ。1年前、僕は必死であなたたちを引き止めようとした。けれど二人とも僕たちを置いて行ってしまった。教えてください。ポイントのためにこんな大会に出なければならないようなクラブの何があなたたちをクラッシュフィールドに呼び戻したんです。今のお前にはわかるまい。だがあえて言うなら荒野がいたからかもしれないな。マリーの荒野、ならば僕はそいつを叩き潰してあなたたちのいるべき場所がグリフォンだということを証明してみせます。レッドゾーン、マルメクロード。ブルーゾーン、獅子川カンビエ。カズヤ、お前か。そのユニフォームはどうしたんだ。僕がいた頃はそんなものはなかったが。あなたが辞めてしばらくの間チームは低迷しました。より結束を固め、レギュラーの責任を自覚するために僕らはこれを着るようになったんです。自分を縛る鎖か。昔の僕を見ているようだ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
すれ違い様、まばたき車の決着だ。みんな丸めクロード。すごい。後輩にも手加減なしか。次はお前だ。頼むぞ京介。ここで決めちゃってよね。勝手だな。愛想をつかされるぞ。レディーゴー。分かったわ。あなたたちがそうまで言うなら諦めましょう。強制余すところなく満喫している。フィールドデザイナーが泣いて喜ぶぞ。ウィナー、わしだヒロシ。どうしまったんだ京介、あんな負け方。練習不足ね。少しは反省なさいよ。いや、そんな単純な問題じゃない京介。今の君の戦い方には全く心が入っていなかった。おい、そんなむちゃくちゃ攻めんなって。誰だって調子の悪い時くらいあるだろ。だがこれで1対1か。次俺が勝てばいいだけだろ。お前の必殺技は完成してないんだぞ。それにあの美月ってやつはお前に敵意を持ってる。ガルダイグルをぶっ壊すくらいの勢いで来るぞ。大丈夫、なんとかなるよ。それにもしガルダイーグルが壊れたって平気さ。なんたって飛びたクラブには天才ギアマスターがいるんだもんな、京介。どうして、どうしてそんなに俺なんかを信じる。うん、わざとだ。俺は今わざと負けたんだ。俺を当てにするな。俺なんかを信じるな。俺もお前たちも人間なんか誰も信じちゃいけないんだ。俺はお前たちを利用して裏切ってやったんだ。俺の技術を卑怯だって言った連中を見返すためだ。北海道の万願寺研究所に行った時だって俺は飛びたクラブを辞めたつもりだったんだ。仲間だとかチームだとかそんなもの信じるやつがバカなんだ。それにガルダイーグルに必殺技があるかどうかなんて分かったもんじゃない。あんなのただの偶然の産物さ。信じて練習するだけ無駄なんだ。京介。どうした、もっと殴れよ。俺は裏切り者なんだ。ほら殴れよ。俺はお前たちを裏切ったんだぞ。このやめて、ジロくん、お願い。殴れよ、もっと。俺なんかを信じるな。おい、本当は分かってたのかもしれない。北海道でお前に会った時、お前がクラブを辞めるつもりでいたことを。でも信じたかったから勝手に信じたんだ。京介が裏切ったなんて思いたくなかったから。嘘だ、そんな簡単に裏切られるのが怖くないのか。怖いよ。
でも俺クラッシュギア下手くそだしバカだからさ、みんなを信じることしかできないんだ。仲間を信じることしか。第3回戦スタンバイ。バーチャルファイトの時ガルダイーグルに必殺技があるはずだってお前は言ったよな。あの時の言葉俺は信じてる。絶対に必殺技はある。こうや、ラインを越えろ。ハルラインを越えるんだ。ハルラインを越えるだと。剣は翼だ、気をつけ。レッドゾーン、マリの荒野。ブルーゾーン、大森美月。マリの荒野、僕は君が憎い。僕はどれだけ頑張ってもクロードさんたちをギアファイトに引き戻すことはできなかった。なのに君は。荒野、まさか本気でファールラインの向こうに投げるつもりなのか。ギアファイト、セッターレディーバランスと空力特性、そしてトルネード投法、全てはガルダイーグルをブーメランのように滑空させるための。その時初めてガルダイーグルは10倍モーターに匹敵するスピードを獲得する。スピンしながらさらに加速を続ける。攻撃をかけてももう止められない。あ、そしてその加速が理論上のギアの限界を突破した時、風をつかむんだ、荒野、荒野。ガルダイーグルは風だ、風だ。風をつかめ、ガルダイーグル。
イリュージョンカップ優勝はトービタクラブ。やったぜ。すごかったぞ、コウヤ。必殺技も完成したぞ。よかったわね、本当に。やったね、コウヤ。お前にしちゃ上出来だ。京介、京介、ありがとう。本当に俺なんかを信じやがって。やっぱり信じて正解だった。大バカ野郎。さあ、これでようやく一勝だ。この調子でアジアカップまで駆け上がるぞ。あ、そうそう、リリカさん、例のやつ格安で譲ってもらえることになりました。助かるわ。経理ができなくて困ってたのよ。何の話？パソコン。事務所のパソコンが壊れちゃったから代わりを探してたの。今までずっと頑張ってくれた機械だから諦めるのは残念だったんだけどね。え？代わりは私が何とかしますから。あなたたちがそうまで言うなら諦めましょう。パソコンの話だったのか。アジアカップでまたチームグリフォンと戦うことになるかもな。あ、ガルダイーグルの必殺技が完成した。もう俺は誰にも負けないぜ。次回、激闘クラッシュギアターボ、飛びたクラブ大進撃、夢はでっかく世界チャンピオン。